master of racing.1970年代に入ってラリーはその様相を大きく変えた。スピードとスリルを飛躍的に増して観衆を熱狂させるモータースポーツとなったのだ。1950年代のラリーではワークスチームでさえアマチュアのドライバーを起用。車も一般のものと変わらなかった。アストンマーチン、フォードゼファー、 MK7 ジャガー、サンビームタイガー。その頃はスピードテストもほとんど行われず、秒単位の競い合いも少なかった。バックアップ体制も現在と比べる由もなかった。サービスカーは少なく、スペシャルタイヤもないも同然。参加者は自分で荷物を積んで何千マイルも走る。そして60年代に入り、ラリーカーと呼ばれる車両が次々と登場する。ミニクーパー、フォードエスコート、ルノーゴルディーヌ、オースティンヒーリー、これらの車は 2,3 年でラリーを派手でスピーディーな競技に変えてしまった。1970年代初頭、リアエンジンのラリーカーが登場。ポルシェ911とアルピーヌルノー A110 だ。60年代の古い形式に代わって、70年代のラリーは非舗装路の SS で競う形が主流になる。馬力があってトラクションも良く、しかも軽量であることがグラベルラリーに対処する条件となった。フォードエスコート RS1600 は FR 方式だが、依然としてラリーフィールドでその強さを誇っていた。しかも70年代を通してそれは衰えることがなかった。FF 方式のフルビア HF を仕下げてきたランチャー、その走りは古参チームの脅威となる。サーブも FF 方式の V4 サルーンで果敢かつ力強い走りを印象付けた。フィアットは124アバルトスパイダーを投入。大きな将来性を感じさせたマシンだった。ダットさんもヨーロッパでチームを結成。240Z の豪快なスピードは
人気の的で、往年のオースティン・ヒーリー3000を思い出す人も多かった。ラリーから退いた車もある。モンテカルロで3度優勝したミニクーパー S、 BMC の素晴らしい走りを見せたスモールサルーンもそのスピードにおいて置き去りにされてしまった。オースティン・ヒーリー3000の走りっぷりももはやラリーフィールドでは見られないものとなってしまった。エリック・カールソンの活躍で有名なこのサーブも残念ながらもうラリーに姿を見せることはなくなってしまった。そして1973年、ついに WRC 世界ラリー選手権がスタートする。第一戦の舞台はモンテカルロ。コースは変化に富み、凍結した山道もあれば曲がりくねった舗装路もある。有望視されていたティモ・マキネンのエスコート RS1600 は雪で力を発揮できずに終わる。そして栄誉ある第一戦を制したのはアルピーヌ・ルノー A110、 3位までを独占する圧倒的な強さを見せた。栄えある WRC 第一ラウンドの優勝ドライバーはジャン・クロード・アンドリュー、そして子ドライバーは女性であった。26秒差で2位になったのはチームメイトのオベ・アンダーソン。エスコートのハンヌ・ミッコラは4位だった。アフリカで行われるラリーはモンテカルロや RAC などのヨーロッパラリーとは好対照をなす。ケニアとウガンダを走るサファリラリーに SS はない。厳しい路面と復活祭の頃の暑さが特殊な環境を作り出している。ヨーロッパのドライバーには厳しすぎて、1972年までアフリカ出身者しか優勝できなかった。性能が良く車体も頑強で砂にも強いマシンでないと勝てない。サファリでは何が起こっても不思議ではない。暑い中砂ぼこりに目隠しされたり、突然の雨で道がぬかるみになったりする。地元の子ドライバーの指示に従い無理しないのが切り抜ける秘訣といえる。
地元の人に協力を求めることもある。川を渡るときは特に必要だ。1回に渡れるのは1台だけ。しかも渡し船にエンジンなどついていない。だが陸路を通ったらどうなんだろう。その方がロスが大きいのは確実だ。1972年、ついにヨーロッパ勢が優勝を果たした。ウィーナーはフィンランドのハンヌ・ミッコラだった。70年代初頭、いくつかのメーカーはラリーに力を入れていた。まずフルビアクーペを60年代半ばに出したランチャー。フルビア HF は 1.6 リッターの V4 エンジンを搭載。5速ギアボックスとアルミの車体を持つ。1972年にサンレモで優勝したサンドロ・ムナーリなどドライバーも一流揃い。底力は計り知れないものがあった。アルピーヌ・ルノーは60年代ではまだあまり戦闘力のないマシンだったが、ジョアン・リデルは改良に成功。安定したリアエンジン、リアドライブの車 A110 を誕生させた。グリップの悪い路面も得意で、グラベルや雪道でのラリーで強さを発揮した。さらにハンドリングの良さでターマックでの見せ場も多く、オールマイティーなラリーカーとして活躍した。フォードはイギリスと北欧を拠点にして活動した。1968年から80年の初めまで主戦力だったエスコートはフロントエンジンとビームリアアクスルが特徴。1970年に出た RS1600 のエンジンは16バルブツインカムで軽量ハイパワーを誇っていた。 WRC となる前年、 RAC ラリーにフォードは4台のエスコートを投入。初日で3台がリタイアしたが、最後に残ったロジャー・クラークとジム・クラークは呆然とトップを走り、3日間それを守り抜いた。フォードエスコート初めての RAC ラリー優勝。この後フォードチームは RAC ラリーで8連覇の快挙を遂げることになる。70年代初めの数年間、サーブは北欧とイギリスで活躍していた。スティング・ブロンクビストはセンコラリーや RAC、 それにスウェディッシュラリーで勝利をさらっていった。サーブの車もハンドリングは優秀だが、スプリングやパワーに問題があった。サーブ 96V4 は明らかに国際的競争力をなくしていくことになった。モンテカルロで2度優勝しているポルシェも次第に存在感が薄れていった。ランチやストラトスなどの次世代の車には対抗できなかったのだろう。ダットサンの 240Z は健在。サファリラリーでの活躍が目立ち、1971年にはヘルマン、 WRC となった1973年はシェカーメッタが優勝した。トリノを拠点とするフィアット、124アバルトスパイダーはマルク・アレンを筆頭に数々の有力ドライバーがドライブした。フィアットはこの後息の長いチームとして WRC を引っ張ることになる。1973年のエネルギー危機でしばらく中断されたラリーは、ランチアストラトスの登場でその様相を大きく変える。ストラトスはラリー用に作られた最初の車といえた。サンドル・ムナーリらランチアのドライバーの活躍によってその性能を実証する。74年から76年にかけて世界チャンピオンに輝き、
ラリー車の頂点に立った。ピニンファリナがデザインした車体は美しく、舗装路でも山道でもその強さを見せた。速くて柔軟性があり、トラクションの良さもストラトスの武器となった。 DOHC フェラーリエンジンを搭載、 RR 方式で車体はグラスファイバー製と、全てにおいて今までのラリーカーの上を行く性能を備えていた。どんな状況でも対応できるパフォーマンスを見せたストラトスだったが、後輪荷重が大きく、ドライビングはシビアなものであった。3度世界チャンピオンになったが、なぜか RAC は一度として優勝を経験していない。レギュレーションの改変と会社の事情でストラトスは消えていく。1969年にフィアットがランチアを吸収、2つのワークスチームは合体し、70年代半ば両チームはアバルトへ移る。そして131アバルトというラリーカーの傑作を生み出した。ラリーは70年代半ば頃大きな盛り上がりを見せた。ラリーそのものの変化より F1 同様スポンサー競争が激化してきたせいだ。個性のある大物新人も続出した。まずアリ・バタネンの登場だ。1976年にイギリス選手権で優勝、過激な走りも抑えが効くようになり、81年には世界チャンピオンを獲得することになる。自らの手で最高のエスコートを仕立てたデビッド・サットン、長い活躍を続けることになるペンティ・アイリッカラ、そしてラッセル・ブルックスは後にイギリスを代表する偉大なラリードライバーとなった。70年代半ばラリーは華やかな時代を迎える。熾烈な戦いは観衆を大いに沸かせ、晴れた日に多くの人々が改装する車を見に集まった。1977年と78年の WRC は
フィアットとフォードの一騎打ちとなった。王者の風格を持ちながらもストラトスは引退しつつあった。また人気のあったサーブも次のターボ車を出すまで低迷していた。実力発揮中の上位2チーム、抜群の速さを誇るフォードエスコート RS1800、 一方総合性能で一歩抜きんでるフィアットの131アバルト。ドライバーもフォードが大スターを揃え、フィアットは若手を起用する。共に莫大な予算をかけ世界中のラリーに参加。互いに得意のコースがあり、フォードがグラベル、フィアットはターマックに強かった。同じ年のサファリでフォードはビヨン・ワルデガルドにかける。フィアットは参加せず、4台のエスコートのライバルはランチやストラトス、ダットサン・バイオレット、三菱コルトランサー、そしてプジョー504であった。途中で降り出した雨でコースが泥沼と化す。こうなったらスピードよりも走り続けることが肝心。サファリではタイヤやペースノートよりもマシンの耐水性や耐久性で勝負が決まるのだ。最終的にサファリの勝利はフォードのビヨン・ワルデガルドが獲得。しかしこの年、77年の WRC チャンピオンはフィアットのものとなった。ビヨン・ワルデガルドのエスコートは RAC ラリーでは常にトップを快走。曲がりくねった舗装路でも、滑りやすい森の中でも強さを示した。エスコートのドライバーたちはこの車のスピードを絶賛。横滑りしてもコントロールを失わない。道の上さえ走っていれば何も心配することはないという。荒っぽい運転に耐えうるエスコートの頑強さは何百回もの勝利をもたらすことになった。しかしサファリや RAC に勝ったフォードも世界チャンピオンには手が届かなかった。フィアットは5人の違うドライバーで5つのラリーを制覇。1人の大スターに頼るフォードとは層の厚さが違ったと言えるだろう。1978年の世界チャンピオンもフィアットが獲得した。どんな路面にも対応できるようチームは131アバルトを改良。バランスに優れ、頑丈で、その上走りの良さも抜群。あらゆるコンディションに即応できるマシンとなった。ドライバーの育成にも力を入れた。特に目立ったのはマルク・アレンの活躍だ。彼がチームに参加した1975年はまだ124アバルトスパイダーの時代だったが、次の131アバルトと出会って
彼の才能は一気に開花した。ピアットほど研究熱心なチームはなかった。1978年の RAC ラリーでピアットはコーナリングスピードを上げるため後部座席にコドライバー席を配置した。これは間もなく禁止されたが、斬新な試みは高く評価された。同じラリーにマルク・アレンはストラトスで参戦。ストラトスの引退に歯止めをかけようと奮戦したが、優勝したのはハンヌ・ミッコラのエスコート RS だった。この頃、ボクソールシェベット HS が打倒フォードを掲げて登場する。16バルブツインカムエンジンを搭載し、エースはペンティ・アイリッカラ。センコラリーは彼のふるさとだったが、成績は期待外れに終わった。Time have you got to spare here, Penty? No, nothing. No, sorry. Tell me how long. 3 minutes now. '78年 RAC ラリーでは激戦が繰り広げられた。ボクソールシェベットのペンティアリッカラとフォードエスコートのラッセルブルックスの争い。エスコートの方が優勢に見えたが、その差は数秒しかない。Cars are fairly evenly matched. I think that Vauxhall actually had the legs on the Escort in terms of speed at the beginning of the year, but not reliability. But if anything, we've caught up a little bit in speed. And the Vauxhall, of course, has got more reliable, so it makes it a very, very tense situation. Too fast. It's very good. I think a driver should at least twice a year to roll.ラッセル・ブルックスのエスコートが勢い余って転倒。しかしペンティア・リッカラのシェベットも同様に転倒を喫してしまった。Can you tell us what happened here, Penty? Oh,
think you can see it. But we just tried too fast. We went very sideways and we were a small ditch. It's took the car and it rolled. Have you completed your stages yet, Russell? Or have you come in between them? No, we've come in between them because we broke a rear shock absorber and we've also had some more brake trouble. So we cut out in the middle of them to try and get them fixed. This is not our rally.1978年のイギリス選手権はペンティアーリッカら優勢で始まったが、最終的にはエスコートのハンヌ・ミッコラがチャンピオンになった。70年代中盤に差し掛かり、イギリス、日本から打倒フォード、フィアットを掲げて、さまざまなマシンが WRC に登場してきた。ブリティッシュレイランドは1976年から TR7 をラリーフィールドに登場させる。1978年にアルミ V8 エンジンを搭載した改良型が登場。 TR7V8 と呼ばれ、イギリス一速いラリー車となった。テリーポンドに操られ、舗装路で最高の走りを見せる。山道は苦手だったが、イギリスやヨーロッパの舗装路でのラリーで活躍した。しかし世界選手権に臨んでいる時にチームが解散。実力を出し切れないまま姿を消すことになった。1974年にイギリスオペルがチームを結成。監督兼ドライバーとしてトニー・フォールが加わった。アスコナは重く馬力不足だったが、このカデット GTE は優秀なラリー車になった。まもなくトニー・フォールは西ドイツのオペルチームに呼ばれ、カデット GTE を全欧州で主戦力化するように依頼される。しかし彼はすでに80年代に向けての別の計画を練り始めていた。70年代半ば、ダットさんの 240Z が引退。小型で頑丈なバイオレットと交代する。開発のためにかつてエスコートのドライバーだったアニー・ドーソンが招かれた。バイオレットは数年で信頼性の高いラリー車となったが、速さには多少の問題が残っていた。オベ・アンダーソンのトヨタはチームをベルギーに構え、セリカ・クーペでオフロードのイベントを中心に戦った。ハンヌ・ミッコラなどの大物を得て、大きな舞台でも活躍を始めた。70年代に入って V4 を引退させたサーブは、一回り大きい99型の開発に専念する。1978年には FF 方式のターボチャージャー付きが登場。スティグ・ブロンクビストラがドライブしたが、重すぎて舗装路ではフォードやフィアットの敵ではなかった。WRC にドライバーズタイトルが設けられた1979年、ランチアやフォード、フィアット、ダットさんらが大接戦を演じる。しかしストラトスで個人参加したベルナルド・ダルニッシュがモンテカルノの大観衆を前にゴールイン。わずか6秒差で優勝した。トップを守っていたエスコートのビオン・ワルデガルドは最終ステージで障害物に時間を取られ、勝利はプライベートのストラトスに渡ってしまったのだ。フォードチームはスウェーデンで2位、
サファリではダットさんのシェカーメッタに負けた。次のアクロポリスに全力を注ぐことになった。エスコートとストラトスの熱い戦いが再び繰り広げられる。ハンヌ・ミッコラは第9ステージでエンジントラブル、ロジャー・クラークも数時間後にリタイアしてしまった。Your success of 2 years ago? I should like to, but it's a big competition actually, and the timing is very tight on the road section this year, so we have just to keep the fingers crossed that we don't get into some trouble, you know, then we lose time. It's much tighter than it was when you were here last, is it? Very tough. I feel it is a bit too tough. We have to go flat out even through villages.フォードがリードしているが、ストラトスとの差はわずかだ。長年の改良の結果、マシンはどちらも完璧。埃っぽい道でも速度が落ちず、滑りやすい路面でも安定している。初め遅れを取っていたストラトスが追い上げる。だがワークスチームに対抗するにはあと一歩及ばず、プライベートのストラトスにとって苦しい展開が続く。ストラトスは左側面をヒット、かなりのダメージを負ってしまった。最終日、ビヨン・ワルデガルドのエスコートも排気系トラブルで苦境に陥る。Very hard night. Very big fight with Danish. You know, I lost time when I had two punctures on stage, and we was equal, and we was really, really fighting until he broke his resistance.結局ストラトスのサスペンションは2度も潰れ、アテネで祝杯を挙げたのは
エスコートのビヨン・ワルデガルドだった。13時間半に及ぶ長い戦いが幕を閉じた。ニュージーランドでもフォードが優勝。センコラリーはフィアット。カナダではフォードが勝った。サンレモはフォードが参加せず、地元勢同士の戦いとなった。砂ぼこりの舞い上がるグラベルもあったが、ほとんどがストラトスの得意とするターマックである。4台の131アバルトが負け、フィアットは愕然とした。まだ戦えるストラトスをフィアット社は引退させ、自社の純血の車両を主戦力としたのだ。もちろんイタリア国民の喜びはどちらが勝っても変わるものでない。RAC ラリー開催によって79年シーズンは最高潮に達する。11月のマンチェスターには175台ものラリーカーが集結した。メイクス部門での勝利を決めたフォードも新車開発のために退かず攻勢をかける。検討を続けるダットさんのサルーンも速さではヨーロッパ車には及ばない。しかし RAC ではティモ・サロネンとアニー・ドーソンが 160J で奮闘。特にティモ・サロネンは中盤で第7位をマークして頑張る。ハンヌ・ニッコラのエスコートはノートラブルで快走を続ける。第10ステージまでトップだったマルカーレンのストラトスだが、中盤で14分ロスし10位に転落してしまった。
夜間に戦われることが多い RAC では霧や凍結にも備えなければならない。トップを走るフォードも困難にぶち当たる。All like I had earlier this year, I think I lost it all this night. But that's the game. What went wrong? What's gone wrong? We got a puncture on one long stage before Kilde. And when we should jack it up, the jack broke down. And it took us a bit more than 6 minutes to get it going again. Yeah, there's, you know, Hannu is on its own and the rest is then comes behind. So you're in second place, sir? Yes, but, you know, the gap is very big. So Mr. Mikkola is fantastic. トップを走るハンヌ・ミッコラは他のエスコートを引き離し安定した走りを見せる。前年3位のラッセル・ブルックスのエスコート、ベテランは猛烈な勢いでハンヌ・ミッコラとアリバタネンを追い上げる。ダットさんのティモ・サロネンも後半に勝負をかける。パワー不足をものともせずスピードを上げていく。エスコートチームは最後の舞台を華々しい勝利で飾った。ストラトスとダットさんが6位までに入ったが、あとの4台は全てエスコートだ。優勝はハンヌ・ミッコラ。リオン・ワルデガルドは9位に終わったが、宿敵ミッコラを3週間後にバンダマで下し、初代の WRC ドライバーズチャンピオンに輝いた。1980年モンテカルロラリー、フォードワークスが WRC から撤退。ダニエル・オデット率いるフィアットチームは元ヨーロッパチャンピオンのワルター・ロールと1979年世界チャンピオンのビヨン・ワルデガルドを擁し最強チームとなった。Quite good team actually, with a lot of experience and we have done a lot of practice, so I feel confident. レースはランチャーとフィアットの戦いだった。優勝はワルター・ロール。この年ロールは世界チャンピオンに輝いたのと同時にフィアットはメイクスのチャンピオンとなった。ティモ・サロネンがドライブするダットサン 160J バイオレット、この年は耐久イベントでも活躍した。もう一台メルセデス 450SL がデビュー。1980年の話題をさらった。モンテカルロラリーでの事故は幸いにも怪我はなかったが、80年代のラリーでは観客が巻き込まれる事故が後々大問題となった。トニー・フォール率いるオペルのチャレンジがスタート。1980年、オペルアスコナ400はアンダース・クーラングのドライブでスウェーディッシュラリーを制した。
フォードエスコート RS はこの年からイギリスの有力プライベーターによってエントリーされた。ドライバーはデビッド・サットンとアリ・バタネンという最強コンビとなった。そしてバタネンは80年のイギリス選手権で優勝している。この年フィンランド出身の若者が彗星のごとく登場。ヘンリ・トイボネンはタルボ3ビームロータスを借り RAC で若干24歳の最年少ウィナーに輝いた。迎えた81年ヘンリ・トイボネンは再びタルボでモンテカルロラリーに出場。この時の優勝はフランス車、ルノーに乗ったフランス人だった。その名はジョン・ラニョッティ。マシンはミッドシップにエンジンを置く新型のターボカー、ルノーサンクターボだった。そして 4WD マシンの登場、アウディ・クワトロがデビュー。この時からラリーマシンの新たな革命が始まったといえる。Every car is different to drive, and this one, I think it's quite well my driving style, because I haven't been a driver who's driving very much sideways, and this car, you are not allowed to drive so much sideways. It goes fastest when it's on straight line. モンテカルロで衝撃的な速さを見せたハンヌ・ミッコラのクワトロだったが、ブレーキングミスでクラッシュ。初勝利は雪のスウェーデンとなった。クワトロの登場以降、各社が 4WD マシンの開発に取り掛かったのは言うまでもない。そして車両の軽量化と操縦の単純化も研究された。初期のクワトロはアスファルトに向いていなかった。ポルトガルではハンヌ・ミッコラのマシンが火を吹き、コルシカではミッコラとチームメイトのミシェル・ムートンのマシンが火を吹いた。そしてアウディのマシンは3台ともギリシャで失格となってしまった。理由はインテークのレギュレーション違反であった。しかし先行ラリーからアウディの反撃がスタート。ハンヌ・ミッコラは結果3位となったが、歯を寄せつけないスピードを見せつけた。サンレモラリーの勝者はアウディ・クワトロのミシェル・ムートン。女性として初めて WRC ウィナーに輝いた。続く RAC ラリーはハンヌ・ミッコラが優勝、ミシェル・ムートンは2位だった。しかし81年の WRC タイトルを奪ったのはアウディチームではなかった。ドライバーズではエスコートのアリ・バタネンがギリシャ、ブラジル、フィンランドを制し念願の世界チャンピオンに輝いた。メイクスタイトルはヘンリ・トイボネンが乗ったタルボが獲得。タルボに続いて2位は通算6度目のサファリ制覇を成し遂げたダットさん、そしてフォードの順となった。1982年アウディチームにスティグ・ブロンクビストが参加。大物ドライバーの加入で悲願の WRC 制覇に向けてスタートを切った。アウディチームは初戦のモンテカルロでは惜敗したが、続くスウェーディッシュラリーではブロンクビストが優勝を飾った。続くポルトガルではミシェル・ムートンがモンテカルロウィーナーであるオペルのワルター・ロールの挑戦を退ける。
ムートンはアクロポリスでもオペルのロールを再び破る活躍を見せた。アウディの勢いは止まらない。センコラリーではミッコラが優勝、サンレモラリーは2人の活躍に刺激されたスティング・ブロンクビストが制覇した。メイクスタイトルはアウディとオペルが好勝負を展開していた。エースのワルター・ロールは確実に上位でフィニッシュ。カルノカル・アスコナ400の活躍はオペルチームのボス、トニー・フォールを喜ばせていた。Walter was using a great deal of understeer. From my days, I remember that if you were in that attitude, if the corner tightened, it put you in a very difficult spot to actually get the car around it. It's the first time I've had a chance to watch Walter's style, and although it's very fast, you must be very brave to be able to do that all the way. Creates some exceptionally good times, and the car stays very stable. He must have intensively quick reactions to be able to switch the car from an understeering situation into an oversteering situation in the middle of a corner. 1982年、ワルター・ロールは80年に続く2度目の世界チャンピオンを獲得。しかし、来季の契約がこじれ、RAC には出場しなかった。82年の RAC を制覇したのはアウディのハンヌ・ミッコラ。オペルからメイクスタイトルをアウディが奪い取ったのだ。しかし RAC でのビッグニュースはそれだけではなかった。ランチアのニューマシン、ラリー037が姿を現す。マルカーレンは初日をトップで快走するパフォーマンスを見せ、ランチアの復活を高らかに宣言した。それは翌年からスタートするグループ B 時代の幕開けを告げるものとなった。